そなたたち、いかようにしてここまでたどり着いたか。招かれざる客よ、その橋渡らば二度と帰ることはかなわぬぞ。引き返せ、引き返せ、引き返せ。これ聞いておるのか。そこから先は頂きの世、いわば神の世じゃ。おい、引き返せと申しておるに。ようやく見つけた。この山にこんな大層な橋があったとは知らなかった。年貢の納め時だ。今度は逃がさねえぞ、カスラ。石丸、何故そうまでして我らを。抜けたてめえには分からねえだろう。俺たちだってギリギリなんだ。そのガキどもを見過ごすわけにはいかねえし、裏切り者のてめえも殺す以外考えられねえ。ならば致し方あるまい。なんだその情けねえなりは。侍が聞いて呆れるぜ。まあいい、くたばっちゃいな。なあお姫様、何故そのようなところに。なりませぬ、お戻りください、お姫様。が消える前にさっさと引き返すんじゃな。さもなくばその命保証せんらしいぞ。あのワッパ、なんとした努力。宴と言ったか。後をつければ何か食い物にありつけるやもしれぬな。
人はうるさいの。何、酔っ払ってもちゃんとお役目を果たせろ。おい、わしにかかればちちっと。あ、まずい。これ、どこに行かれるのですか。スワンジ、わしが間違っておった。改めて酔いを覚まし、役に備えるとする。少し席を外すぞ。おお、おひいさま、ついにこの玉の心をお分かりいただけましたか。おい、お主ら。ああ、まずいまずいまずい。人の子なんぞ連れてきてはお役目どころかお咎めじゃ。なんとしても引っ捕らえねば。やりおったな。人の子の分際でこのわしに歯向かうとはどういうことか。いや待て、ここには強い酒や油も。何でしょう、今の大きな音は。何やら香ばしい匂いがいたしますな。サクナ姫よ。その方、あの偽善たる武士竹利比が娘として今日まで重用してきたにもかかわらず、チンが楽しみにしておった捧げ物を宣伝ごとぶっ飛ばすとは、はあ、なんたる所業ぞ。何とぞお許しを。それもこれもこやつめらが。神ともあろう者が人に席をなすりつけるでない。申し訳ございませんね。さて、人の子らよ、名乗れ。桂右衛門の城高森、人呼んで田右衛門にござりまする。おいらは金太だ。おめが帝ってやつか。ゆいだ、こいなとこやんだを早く消してけらい。見るってと、あい、かいまるです。神と人は二つよ、すなわち頂の世と麓の世に分かれてあらねばならぬ定め。されどその方らが渡ってきた雨の浮き橋はすでに隠れてしもうての。次にあれがいつ現れるかは主神であるこのカムヒツキにも皆目見当がつかぬのだ。よって橋が現れるまで、そこのサクナ姫と共にこたびの狼藉の始末をつけるがよい。始末と申されますと。サクナ姫よ、鬼島のことは存じておろうな。その方の父母が出会い、かの悪神大水地を討ち取りし離島じゃ。今いましきあの地は古くより多くの鬼が救い、未だ我が支配及んではおらぬ。その方らはこの鬼島を開きながら、何故鬼が生まれいずるのかを調べてまいるのじゃ。そのようなお言葉ですが、カムヒツキ様、鬼島はあまりに遠すぎまする。片道だけで何日もかかりましょう。ここから通うつもりではあるまいな。無論鬼島に住み着いて命を果たすのだ。それまではこの都を追放とする。追放でございますか。これは正式なる勅である。ぞ
以上じゃ。下がれ。追放。さあ、おひいさま、あちらに。こねられますが、決まってしまったものは是非もありませぬ。ジード、いかがいたしましょう。ごめんな、ここまで船こいだんはおいらとおっさんだぞ。まんずいでくったくただよ。まあまあ良いではないか。してさくな様、これからいかがいたしましょう。そうじゃな、じいに聞いてみるか。着きましたな。じいはまっじいじゃの。聞いておったのなら、これからどうすればよいか早う申せ。ふん、確かこの洞穴はずっと島の中腹まで続き、抜けた先に峠があるはず。この頂にはおひいさまのお母上が住まわれていた家がございます。そうか、わかった。さあ行け、人の子らよ。あい。いや、お主はさすがに。カイマルは見る手と一緒。他の者はどうした。何故誰も動かぬ。だって、ゴミだらけなんだぜ。なあ、ちゃんだ。ユイの言う通りだ。神様ってのは一晩守ってくれるから神様なんでねえかよ。ゲンリー、クソ生意気なガキどもめ。おい、申したか。その腰に履いた刀は飾り物か。片付けない。この刀は人気正しき仲間なれど、人間のそれがしには武兵の才が全く備わっておりませぬ。人気小屋など土にあってすら刀がすっきりしない。おひいさま、もうよい。わし一人で行ってやるわ。おお、それではそれがしたちは後からついていきまする。お前は何故ここが。あ、一体何を申しておるんじゃ。この峠には惑いの術がかけられておりましてな、
ここに峠があると知っておる者にしかたどり着くことはかなわぬのです。そしてそれを知っておったのが、このわしというわけ久しいの立ち雲よ。俺が驚いた。明け日の剣霊か。先ほどは行き違いで刃を交えさせてしもうたが、そなたと争うつもりはない。このお方は我が主たけりび様がご息女さくな姫様じゃ。ゆえあって当分この島で暮らさねばならんことになった。家はまだあるか。ああ、今も我が手入れしている。知り合いじゃったのか。もっと早いわんか。聞く耳を持たれなかったではありませんか。詳しい話は上でするとしよう。ということは先に迎えに行ってやらねば他の奴らがここにはたどり着けんのか。そこに気づかれるとは嬉しゅうございますぞ。前々から思っておったんじゃが、じいはわしをバカにしとるよな。少しばかり傷んではいるものの、思いのほか朽ちてはおりませんな。強い気だ。この家はまだまだ生きるぞ。お前の父母にはそれだけの借りがあるということだ。ご両親がこの島で亡くなった悪神大水地とは、おやつが足の底に脅威にございました。御父たけるび様は足雲らに力と知恵を与え、共に戦い勝ちを収めたのです。おいきなしひれえな。いいですか。奥さん部屋2つもある。おじゃ、なんでわしの家にわしより先に入ったのじゃ。苦労をかけたようじゃな。使わせてくれるな。ならぬたけりびたちの娘とあらば断る筋はない。これも何かの縁、互いに助け合ってまいろう。豊花様双方の資質を受け継いでおられる。五穀とりわけ米はそのお力に大きく関わるのだ。